1、2番が大事なんですよ、うんうんうん、でも、もう1回しかないもう話して無駄だ、この人らにみんなさ、そのよく三木谷さんからファックスが届いてたと、うんうん、ファックスじゃないはい、皆さんこんにちは、高橋久典です。本日はですね、なんとデーブ大久保さんとのね、コラボ企画ということで、デーブ大久保さんです。どうもいらっしゃいます。いいな、お久しぶりです。久しぶり、はい、久さんとこの出てくったらいいな。5秒前からが早い。じゃあ行きます。じゃあオープニングまで5秒前よっさっに振りがね、振りが元気よく行くでしょ、ダメよ。かーよ、久しぶりだ。そうですか、君に合ってる。本当ですか、あのスタッフのこともね。大したね、スタッフじゃないです。大したスタッフに合ってないです。いやいや、全然大したことないよ。そうですね、カメラも3台しかないですけど、デブさん、すいません、本当すごいよな、ありがとうございます。3台あるって、はい、いや、実はね、デブさん、僕、アメグラ帰ってきて、初めて、こう、YouTube のあれ、撮影するんですよ。あ、そうだから、デブさん、僕、今、時差ボケで、たまにわけわかんないこと言うと寝ちゃうよ。寝ちゃうんですよ。俺も5時がヤンキース行った時、はい、でイチローもマリナーズでヤンキースタジアムで試合行ったの、うんうんうん、時差ボケってすごいよな、はい、寝ちゃってるから三宅さんが実況してるわけ、はい、まず俺を起こしてから質問に入ってるデーブさん起きてますかとていうか、まあ、それバレるからさあ解説のデーブさん改めてなんですけども、うん、あのデーブ大久保さんは1984年から西武や巨人で活躍され、久典さんも2000年から同じく巨人でプレーされたと思うんですけども、久典さんから見てのデーブ大久保さんの印象というのはいかがですか。いや、まあデーブさんの印象もこのままですよ、うん、一時痩せた時デーブさんじゃなくなっちゃったと思ったら、あれは炭水化物ダイエットやってみようとか、はい、ちょっとやりだした。あれ具合悪くなったね。あ、病気だったわけじゃないですよね。痩せたの自分から。あ、そうなんですね。夜の炭水化物だけ抜いて、うんうん、朝ごはんを夜ごはんみたいなイメージにした。なるほど。朝は吉野家の牛丼食べ行って3人で5、6千使うわけ全品頼むみたいな。フルコースでしょ。で、夜だけは飲むだけと、まあ、キウイと飲むだけにしてた。そしたらガンガン退場してた。すごかったですよ、あの時。よくないわ、あれ。はい、なんか絶対これ、あ、デブさん、そろそろ。そうそう、なんか病気だったみんな多分そう思われた方多いですね。今はもうね、ただね、あとね、監督は具合悪くなるよ。なるほどね。みんなさ、その、よく三木谷さんからファックスが届いてたと、うんうん、ファックスじゃない、バイバーなんだけど正確には、はい、そこは違うんだ。それどの球団もあんのよ。あ、今だってエンジェルスもそうじゃん、大谷、ね、のマドンさん、ね、疲れたってたじゃん、うん、もう指示が多すぎて、うん、もう野球できないよみたいな。あれはどこ、日本でもあるよ、もちろん。そうなんですか、やっぱり、うん、監督業はめちゃくちゃ大変ですか、うん、半端じゃない。あ、病気になる。本当ですか。病気になる。もう一番は決定権があるから、監督が決めれば全て決まるわけじゃん、うんうん。それをこう深く考えていくわけよ、うん、どこまでが俺に権限があるのかって考えながら、球場を向かっていく駅から、駅の近くのマンションを借りたからさ、はい、監督って言っても俺自分で不動産屋探しって言って監督って用意するんじゃないの。チームが全部あれしてくれるんじゃなかった思うじゃん。星野の親父なんかすげえマンション、うんうん、違うんだ、俺安いとこで11万の家賃とか人間それでニトリで100万ぐらいで、なんかどっかの電気屋でも100万ぐらい使った。そうなきゃいけないから。あ、そうなんだ。1年でもちょっとどうするのか。まあまあそこは大変じゃないけど球場歩いてくるんで、歩けるとこだった駅から、うんうんうん、でっかいじゃん、やっぱ球場って、はい、あそこが俺一番トップになっちゃったのかと思うと、引き返そうと思う時あったよ。本当ですか。うん、で、まあ何言って間に入るわけだ、うん、球団との間、うん、選手との間、コーチとの間、ファンとの間、裏方との間。そうか。で、大体監督の耳に入った時はもう時すでに遅いもん。あ、なるほど。だからもう、もうちょっと早く言ってくれる、あいつ、うん、その事件出さないで済んだのにみたいなのが最後に来る。本当ですか。で、勝ち負けは監督の責任になっちゃうし。そう、でも面白いもんで、関口が完全試合やりかけたの知ってる、うん、はい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 、で、ノーヒットノーランだった、うんうん、最後の中島ってのがフォアボール選んだ、はい、あ、絶対ストライクだと思ったんだけど、これバッティングコーチだから前向いたまま星野の親父に刺してくれと思ったんだよ。今フォアボールでだったら助かった、はいはい、完全は、うん、だからヒット打ったら明るく振り返ろうと思ったけど、次すぐアウトだったな、うん、刺してと思った。心臓突き刺して。本当ですか。本当それぐらいで。それがバッティングコーチだな。あ、だ大体のバッティングコーチは真剣にやればやることだよ、うんうん、変なやつもいるじゃん、食っていくためにコーチになってる人、はい、俺らなんかはできればコーチとかやりたくない人は自由でいたいじゃん、うん、そういう人の方が頑張るんだよ、はい、でそうなると、まあヒットフォアボール1個取ると完全じゃない、うんうん、ヒット打つとノーヒットのはない、立て上げると完封ない、みたいな、そっから入っていくわけ、うん、
よし行ってんとったらこっからだみたいな俺の責任は一回どっか行かしたいのよ、はいはい、とか監督の時にノーヒットがやられそうになるって試合もあんのね、うんうんうん、そこは何とも思ってない。あ、俺があの時だった気持ちに、これ田代さんも平石もなってんじゃねえかな。本当ですか。だから言ってあげた方がいいと思う、平石とかね、田代さん全然気にしなくていいですよ、やられたら記念ですよ、これどうせ応援だからこのチームは刺激になった方がいいっていう気で入れるのが、そこはだから大丈夫なんだと。あ、そうなんですか。ただその休みの日を決定するとか、うんうん、サインを決定するとか方針を決めるとかっていうのはきついよ、選手、例えばスタメン決めるのとかもデーブさん全部やる、まあ、もう全部コーチやりがいなくなっちゃうじゃん、うんうん、コーチに任さない。あ、そうだ、そこの球団の戦略室っていうところと現場がこう持ってくるわけ、うんうん、でどうしますかってくると、いやいやどっちでもいいですよみたいな、やりたいことやってくださいってなるのも、これも決めるのもきつかったね。何ですか、例えば、うん、三木谷さんが加入するとか、うん、そういうのはなかったですか。三木谷さんって言うほど入ってこなくて、例えば日本一になった俺、はい、あと二軍監督なの、はい、でも浮かれまくってた球団は、うん、田舎球団だから、うん、ジャイアンツとか優勝するって言っても、うん、別にチームでは浮かれないじゃん、はい、球団は、うん、日本シリーズどうするのかとかって、うん、そうじゃない、浮かれまくって二軍の首脳陣とかは二軍なんか誰も見なくなってたわけ、球団がもう誰が育成されてるんだか関係ないわけ、疎外感があるわけあれ俺たちも同じチームなんじゃないのみたいな。本当すか。あるのね。三木谷さんから連絡、会長から連絡来て、うん、ご飯食べないとか、ちょっとあの親父に、あの星野さんちょっと今日許可取ります、うん、いいじゃないと、いやいやいや、とりあえずあると大変があるんですよ、野球界は、うん、で、星野さんで言うと、行ってこいみたいな、で、堂々と言えるじゃん、はいはい、それ言わないと陰でこそこそ、ネットで書いたみたいなのもあるの嫌だから言うわけよ、はい、したらやっぱ三木谷さんはね、一発目に言ったの、座って乾杯って言ったら、二軍の育成ちゃんとできてるって、みんな優勝に向かっちゃってるけど、うんうんうん、育成はできてんのって、会長すごいですね、すごいですね、そこまで見えてる人は今球団誰もいませんよと、はい、っていうようなところがあるだけで、そんなにこう、まあ、確かに言ってくるよ、この選手使わない方がいいんじゃないと、うん、この間もやられたじゃんって、だって試合終わって3回ぐらい、3試合ぐらいまた見直すって言ったそのゲームを三木谷さんはすごい、マジですか、俺らより見てるわけよ。あ、そうなんすか。夜中にひらめちゃうわけ、やっぱこのスイーツ使ってほしくないなみたいな、でそこにデータが入ってるから、うん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 、すごいんだから、例えばワンストライクワンボールミート投手セリーグって全員のワンストライクワンボールが投げる映像と全部出てきちゃう、映像に。もうそれはやっぱあれですね、もうアメリカと一緒ですね。あ、そうなの、はい、アメリカもっと先にそれができてたと思うんで、だから今タブレットを見ながら自分でやってるじゃないですか。もちろんデータの人たちがいてその情報入ってくるんですけど、まず自分で全部見て、うん、それをできるようになってる、ね、そうなの、だ多分それがもう三木谷さんとっくだったよ、だったですね。そうで、まあその中でスタメンは簡単に言えば、うん、出塁率のいいペーニャ4割やんの、打率は2割ちょっとなの、うんうんうん、得点圏打率2割ぐらいしかないの、うんうん、じゃあ雰囲気上4番っていうだけで、うんうんうん、出塁率がいいなら2番に置けばいいんじゃないっていう。なるほどね。で松井和夫出塁率は低いんだけど、うん、得点圏打率が3割5分あるの、だったら出塁した後に、まあ、和夫でいいんじゃないっていう、うんうんうん、まあ理にかなってるわけ、はいはい、見た目だけでやるのやめようよ。なるほどね。あ、もう完全にアメリカなあれですね。そうなんだよ、はい、だから多分2番バッター最強説っていうのは、うん、多分そういうとこから来てるんですよね、多分メロットぐらいからじゃあ。そうですね、あのやってて、はい、3番が良くて2番が次良くなってる。そうなんだ、はい、だそういうので言うと長い歴史でさ、うん、カズオが4番っていうイメージはカズオにないでしょ、はい、カズオがないわけ、うん、もうどうしたらいいんですかいやいや、それこそ得点圏打率がいいから、うん、そこにいいんだからそれだけにしてとかっていう理解するまで時間かかるのと、あとその日の生ものじゃん俺たち、うんうんうん、だからあこれ全然使えると思ってた子がなんかぜくちゃくちゃな調子になってたとか、自律神経乱れてこの人も自律神経調子になってるなんでこれこんな緊張しちゃってんだろうってなった場合は、うん、これ使い物なんだよなっていうのもあるわけ、うんうん、そこデータ入れられないから。で、あとこう困ったのは、その当時のやっぱ球団の偉い人たちは、うん、三木谷さんじゃなくて、はい、やっぱ素人だから、野球やってたことないから、うん、なんで1番にこだわるんですか ?1、2番にこだわるんですか ?1 回しかないじゃないですかって、うん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 、ランダムになってくるでしょって、うんうん、じゃあ、2回の攻撃も1番から始まるんだけど、いや、だから、立ち上がりがどんだけ大事だよ。ピッチャーもどんだけ、毎回投げてる人も、立ち上がりってもうみんな嫌なんだよ。ゴルフやりますよ、やる。ティーショット嫌じゃないですか、朝一ってって。なるほどね。っていうぐらい、もう朝一でその日、自立リズムが取れるか、主導権取られちゃうかって、だから1、2番が大事なんですよ。でも、もう1回しかない、もう、話して無駄だ、この人らに。そう、まあそうですね、なっちゃうわけ。なるほどね。疲れてくる、どんどん。で、バッティングコーチがこれでいきましょう。
すごい。だからその頭いい方たちがやっぱりその数字を見てやっぱ弾き出したデータの中で打線組んだことも出るとあるんですか、うん、もちろんあるんですか。であまりにもストレスが大きくなってたから、うん、ヘッドコーチの橋上さんって優秀な人だから、はいはいはい、橋上さんと戦略室で話し合ってもらって、うんうん、でもう持ってきてくださいと、うんうん、サインするだけ監督としてはコーチで言ったらやりがい的にはコーチの方がありますよね。どうですか。コーチの方が打席に立ってる感じがない。コーチの方が、うん、監督はもうなんか部外者みたいなところがある。あ、そうなんですか、うん、もう第三者的に見てる感じなんですね。そうでも戦ってるのはこういうホワイトボード見て、うん、いやこれ言ったらこうだろう、これ何回でこれぐらいこうだろう、もうずっとホワイトボードで試合やってるわけ。あ、決したりしてんじゃない。あれ現役で見もしないじゃん、うん、あれ多分どの監督もあのホワイトボードで試合やってると思う。あ、本当ですか。そう、はい、これでホワイトボードで。なるほどね。あ、みたいなのはやってるのは監督だろうな。でも今のこの生活と、うん、例えば監督の生活とコーチの生活、もう一回選ぶとしたらどれ。監督がやりたいよな。なんでっつったら、うん、アピールできるよね。そのなるほど、なるほど。この間もこう言ったんだけど、楽天イーグルス元監督なんだって。いいんじゃない、いいんじゃない、そこいいんじゃない軽い監督だな。やっといてよかったかな。そうですね、そうですね、肩書きができますもんね。確かに最初は権藤さんみたいに監督って言わせないようにしようと思ったんだけど、うん、楽天球団的にはもう監督とみんなが呼びますっつってなったの。あれ中毒性あるな。マジですか。うん、でもコーチの時はデーブさんとかになっちゃうんですか。やっぱなるよなるよ。コーチじゃなくてデーブさんって、もちろんデーブさんで、コーチとも言われないし、はいはい、アメリカの選手たちはスキッパーって言ったり、うん、ボスって言ったりするわけじゃん。うんうん、そうみたいな。スキッパーみたいな。街にでご飯食べても、監督広い試合でしたね。まあ最初はいやデーブさんデーブでいいですよ、今までしてください。いや監督です。大したことないよ。何みたいな。あれで勘違いするやつが出てくる。なるほどね。監督がやる。で、やめても監督って言われるの。原さんのことを原さんって言いにくいわ。そうですよね。辞めた時も、うん、やっぱ監督ってなる、うんうん、確かに。年上までこう敬語になるのは疲れたな。あー、なるほどね。うん、田代さんとか、うんうん、俺はオッパーって呼んでた。本当で、オッパーが監督、この明日はペーネを4番で使いたいんですみたいな、まあ、どうぞみたいな、いうのも疲れた。うん、デーブさんはでも敬語になるんですよね。もちろんですよ。それなんかね、噂によると年下なので監督になると年上にタメ口聞くやつもいるらしい。それは良くないよね。まあ、偉くなる気持ちが。でもね、吉野も言ってました。吉野も村田さんのヘッドコーチだったじゃないですか。うんうん、村田さんに何て呼んでいいか分かんないんで、とりあえず村田さんで、向こうは監督で、向こうも敬語で、こっちも敬語になっちゃう。そうなるなる。なんか複雑ななんか感じになっちゃう。そうでもね、やっぱりじゃあ吉野がそれで村田さんにタメ口聞いてて上からになったら、うん、もう人間的には終わる。だからやらないじゃん、吉野とか。うんうんうん、我々こう慶応的なラインのさ、はいはいはい、これ子供の慶応だからやめて、うん、あ、意味ないな。そこだからまっすぐが威力がすごいと思ったのは、あ、そうなんですか。ま、うん、っすぐとスライダーしかない。一番楽だったのはもう、ああ、やっぱりでね、クイックしたらもう250周なんだ。一回見たら牽制、見なきゃホームだから